はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎です。それでは今日は、超絶屈指などを友情コンボでクリアしていこうと思います。本当はねマナ4体とかやってみたいんですけど、マナ4体は私は持ってないので、とにかくこういうメンツでやってみようと思います。特徴としては今回は重力バリアとワープ完全にゼロでやっていこうと思います。とりあえずこの蘇生ループとかもまあ友情コンボで全て溶かしていくようなメンツですね。マナ2体はまあ確定だったんですけど、それと追加で、信長。信長はね、HP の低い敵を攻撃してくれるんで、いいのかなっていうところと、ゴンさんはカウンターキラー云々の前に、まあ、全敵に対してダメージを与えてくれるんで、いい削り役になるかなと思って積んでます。で、こう喋ってる間にすでにステージ3行ってますね。まあね、これが時代だよね。本当に出た当初なんてもう、出た当初まだやってなかったか。最初にやった時なんて、こんなんどうやって勝つんだぐらいだったけど。なんか、あ、ミスった。すでになんか結構いけそうな感じがする。クシナのね、出てくる雑魚は結構総じてね、HP 低いんだよね。多分スフィアがちょっと触れれば、それで溶けてしまうような。HP なんで、まあ、こんな感じですね。時代だね、本当に。これ抜けたかな。はい、抜けた。なんかね、こんだけスペック変わってきちゃうと、寂しい気もするけどね。SS 溜まってるし。まあ、できれば2体触りたいけど、残念ながら重力バリアがあるんで、あ、でも2体された。よしよしよし。はい、重力バリアがなくなった。これでもこっから無双です。友情コンボをどんどん出していく。なんかね、このスプリッツァーを削りきれずに負けた記憶も過去にあるのに、今削りきれない気がしない。ん？うん、合ってるか。そう、削りきれない気がしない。多分これ雑に弾いても終わる。はい、終わった。すごいね。はい、ステージ5。ついにクシナが登場。ここもね、要はワープ出される前に雑魚を処理しちゃえば、ただのノーギミックステージなんで、サクサク抜けていこうと思います。いや、マジか。本当にこのレベルが。多分これアンチワープの貫通重力とかいたら、で3体の友情拾えばそれでほぼ終わるんじゃない？ってぐらいの。スペック。ワープは出せたく、あ、そうか。クシナが巻くのか。あ、やっぱ巻いた。でも、ぶっちゃけ初じゃね？ワープ出てくるの。さっきまで一回も出なかった気がする。削るね。殴るよりも友情コンボでいきましょう、今回は。友情コンボ第一。雑魚が湧いても友情コンボ。本当に一振りで終わってる。すごいね。ここまで性能差変わっちゃうとなんかね、まだ SS も使ってないよ。なんかでもちょっと寂しいね、本当に。そのうち多分今やってる、まあ、宝来とかきつめなクエストもサクサクっと終わるようになっちゃうのかな。友情コンボでは無理か。友情コンボでは無理だけど、まあ、そんなにきつくなくクリアできちゃうの、クリアできるようになってくる時代が来るんですかね。200万だからね。ザコも溶けたし。すごい。もう雑に弾いてもいい気がする。雑に弾いてもいけちゃう。と、まあ、こんな感じかな。もうラスゲーもね。いや、ラスゲーは SS 打つか。なんかね、検証も何もないぐらいの感じに簡単に終わっちゃってるし。ぜひに及ばず。
下のマナがなんかしてるけど、まあまあまあ。雑魚全部倒して290万。で、反射変化から貫通に変化。はい、弱点を切っていく。うっそー。なんかすごい時代だね、本当に。と、まあ、こんな感じかな、本当に。これが今の時代のモンスターストライクのやり方です。アビリティは関係ありません。友情コンボをみんなでいっぱい触りましょう。と、まあ、同じようなことを思ってくれた人、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。どうも、ハム太郎でした。